青春18切符の旅、北海道に向けて行ってきます。宮城の小五反人が18切符1日目、盛岡に来ました。素晴らしいメンバーと素晴らしい酒と、いやいい盛岡、北海道ではない、北海道が大和くんも飛んできました、飛んできました、大和くんも来ました、すごいですけど、八子が青森来ました。朝5時半起きで朝市に来てます。地球屋食堂で海鮮丼食べます。どんな海鮮丼、海の鉢がなかったです。いや、やばいですよ。